こんにちは、いつもありがとうございます。ワルサネコのコペです。どうもお世話になります。ワルサネコのタックスです。今回動画見ていただく前に注意事項をちょっと話させていただきます。大事ですね。まず一つ目が、まず解体しとる顔が出てくるとこやね。そうですね、まあ、これ解体嫌いな人はやっぱりちょっと避けていただければ。そうですね、せっかく来ていただいたんですけど申し訳ありませんということで。あと今回なんですけど、ジャンクのブライスのヘッドを使った実験になります。まあ、また後半でも同じ内容を喋ると思いますけど、皆様からいただいた分とかこっちで購入した分もあるんかな。そうですね、まあ、そういう内容になりますんで、あの昔からある方法で日焼けによる黄ばみを取るっていうものにはなるんですけど、まあ、よくあるあれやね、レトロブライトって呼ばれたり、はい、人形の世界でもよくあるんやけど、日光漂白ってやつ。そうですね、これまでにブライスのティアラとかではやったことあるんですけど。 ありますね。でも本体にやるのは初めてでして、はい、でこれってなんかよく紹介はされるんやけど、うん、このタイプのプラスチックには有効やよとか、うん、このプラスチックやと大変なことが起きるよとかいうのがどこにも書いてないので。昔からよくこの実験やってるんやけど、うん、まあ、キャスト通りもやってるんよ。あ、キャスト通りで成功してる方見たことあります。それでてソフビリカちゃんとか、うん、そのまあ、怪獣系とかその人形系ね、肌色の部分でやってる方もおられる。そうですね、でブライスにやってる人もおるし、プーリップでやったのも見たことある、うん、モモコドールも見たことある、はい、いろんなジャンルのドールでこれやっとく、まあ、しかも日本じゃなくて、はい、海外でも同じようなことやってるの何度も見たことある。そうや、ね、海外ではオキシ系がやったりとか、うん、あとは塩素系でやったりアルカリ、うん、まあ、でやったりとか、いろんな方法の人がおるんよ。そうですね、ただこのブライスのプラスチックですね、はい、でまたこれ20年以上経ってるのも今回出てきます。おう、うん、なんかそういうプラスチックにやった時に実はなんかボロボロになりますよとか、そういうのがわからないんです。これね、プラスチックって皆さん頭の中で思い浮かべてくれたら分かるんやけど、はい、外にほっぽり出しとったらなんかファッサファサの毛が生えてみたいなプラスチックたまにあるやん。なるね、あの公園の遊具みたいになっとるやつ、うん、そういうのもあるから、ちょっとね様子を見ながら、うん、もしなんか何かあった場合には全部そのままありのまま紹介させていただきますので、はい、それが参考になればと思います。でその上で試す場合には自己責任でお願いします。また今回試すんですけど、いろいろうちらも、はい、やけどあの透明肌がないとかマット肌がないとか、ね、まああるやん。例えばフェアレスとはどうなのって言われても、うん、やっぱそのフェアレスのジャンクを持ってないから。そうや、ね、だからこの全部で試すことはまず不可能。ほんで色はやっぱあるやん、ブライスで顔の色全部スキン違うやん。あ、確かに。じゃあ黒の分で日焼けしたのはどうなのとか、うん、もう今回やってないから分からんだし言いようがないから。そうです、ね、だからこの動画を見て同じことをして変のになったって言われても、それはちょっとうちらは責任持てないんで。そうやね、あくまで自己責任で試していただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、いつもありがとうございます。ワルサネコのコペです。どうもお世話になります。ワルサネコのタックスです。こうね、日差しが強いシーズンがやってきよるやないですか。そうそう、去年はちょっとね、できんかったけど、はい、今年こそはっていうんで、はい、あとこの前の生放送でもちょっと触れたんやけど、はい、まあ、ついにこの季節が、はい、はいはい、このね、黄変の焼けてる子っていうのをちょっとね、あのやっていこうと思うんですけど、どのぐらい焼けとるかをまず見ていこうか。こう下の方からぐーっといって、はい、ね、ちょっと影になるけんごめんね、こうね、わかるかなこれね、はい、上のカメラで見ようんやけど、はい、それでは色違いというか、色違いって言われたらポケモンみたいになってしまうからこれね、分かりにくいけど、多分ね、こここうやったらね、あってなると思うんですよ。あー、なんかほんのりと、あのね、この子今オーブリーナなんですけど、うん、フェイスはアドラブルオーブリーなんですね。はいはい、で、あ、いいで、いいで、あの子ってサイドパートやから、うん、その髪の毛が寄ってきてるところは焼けてなくて、うん、見えてたところだけが黄色く焼けたっていう子です。はいはい、でこの子だけやと分かりにくいやないですか。お、だからちょっとアドラブルオーブリー連れてきますね。お願いします。まあね、うちのアドラブルオーブリー連れてきました。これで色差分かりますかね。ちょっとセンターに置いてくれたら。はい、これで今足だけ映っとる状態で こうやね、いけた。はい、ちょっと下側からいきますな、はい、同じ子なん。同じ子で、さっきフェイスは同じ子です。え、髪型が違うのはあれやね。髪はさっき言った説明の通り、そう、頭皮で付け替えてるからフェイスは同じアドラブルオーブリーなんです。ちょっといきますね、ウィーン。はい、あ、色がね、明らかにそのオーブリーナの方の頭つけてる子の方が黄色いの分かるでしょ。いや、全然ちゃうよ。え、ね、同じ色なん。本当に本当に元同じなんです。ほー、だからこれね、黄色いのだけ画面で見たら案外そんなもんって思ってしまうんですけど、こうやってな、え、右の分は日焼けしてない、はい、そう、だからうちでずっとおる、あとは、黄変してないっていう言い方か、うん、そうやね。
なるほどな。だからなんか普通に室内の日陰でずっとおった子のイメージやと思ってください。はいはいはい。でも左側はあの髪の毛が着てたところが残って、それ以外が黄色く焼けてしまった子です。でまあもう一度何度も言うけど右は焼けてない、まあ、でもね古いもんやから大変は多少しとると思う、うん、少なからずあるとは思う、まあ、でも結構日焼けですね、はい、まあまあちょっと、まあ、この季節とは言うたけど、はい、まあ、日焼けをやるんよ、はい、ついに、うん、でこれ1個だけではそうや、ね、なかなか、まあ、これ十分なんやけどね。そうでこれって3体ほどジャンクでフェイスだけをいただいたんですね、はい、でまずこちらもうバラしてあるんですけど、こちらカプチーノチャットの頭です。はあ、ちょっとこれも見ましょうか、はい、カプチーノチャット、はいはい、まあ、こんな感じで、はい、まあ、これ一個で見たらどうかわからへんわ。分からんですよね、うん、ちょっとカプチーノチャット連れてきますね。お願いします。ちょっとこれ横動かしておるね。よいしょよいしょ、はい、このこっち側に、はい、でうちのカプチーノチャットです。こう並んだ時に、ああ全然違う、うん、うちのカプチーノもねだいぶチークはげたりとかはしたんですよ。全体的にもう、うん、本当に同じフェイスなんか、ちょっと ここに持ってきてくれる。あ、そうやね、こっちの方が分かりやすいか。この差ですよ、ね、あ、もうちょい近づけて、こう、うん、やっぱ顔の高さが違うけ、髪の毛がくるからね、なかなかちょっと分かりにくいね。これがどうなんや、これぐらい高さに来た方が、いや揺れたら手の光が入ったらあれやから。そうかそうか、もう、はいはい、十分違うのは分かるんやけど、うん、やっぱりこうもっともっと分かってほしいというか、うん、あ、この色差ね、まあ、明らかに違うね。ね、これも大変やけど、はい、特になんか右が焼けてないように見える。ちょっとくるっと回転させてくれたら、あ、こうですか。あ、そう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 、あ、そうだからこうね、うん、あ、なるほど。だからなんかこう境目が見えるってわけじゃないんやけど、だからサイドパートやから、はい、この横に来てるところは焼けてないんですよ。ちょっとこっちで、うんうん、この状態ね、要ははいはい、まあ、分かる分かる、うん、この部分が焼けないっていう、あ、こうやね、うん、一回ちょっと置いてくれたら、はいはい、あ、向こう置いてくれて、こう持ってもらったら、なるほど、この方が分かるか、はい、うん、でどこが焼けてないと、だからこの髪の毛がくる斜めの部分ですね、はいはい、ここが焼けずに残ったっていう感じ。なるほど、ちょっとこれこういったら分かりやすい、ね、で、この子って、はい、メイクはめっちゃ綺麗に残っとんですよ。ほんまやね。だからこれの焼けだけが取れたらすごいラッキーやないですか。ちょっとまた正位置に戻していただけたら、はい、ね、なるほどな。うちの子はもう遊びすぎてちょっとね、チークハゲてきよんですよ。なるほど。でもこっちはすごい綺麗やけど焼けてしまってる。他にもまだあるっていうのを聞いたんですけど、はい、であとはね、あのもう見るからにです。ちょっとそちら側に、うん、はい、これね、まずもうあからさま1番、はい、エクセハリです。はい、もうこのサイドパートのなんかおでこのところがもろです。まだあるんですか。もう一つがこちら、スケートデートです。はいはいはい、ね、これも前髪が来てるところは食らってないんです。おー、ちょっとまっすぐ勝負したいんで、はい、こう上見たらまっすぐ分かるんで、ちょっとこれも行きましょうかね。こう行ってこうやね、はいはい、もうフェイスだけでごめんね。ちょっとこう上から下にこう、うん、上から下から上か、うん、あーこれ分かりやすい。分かりやすいったらなんか申し訳ないけど、うん、まあこの髪のかかってなかったとこだけが日焼け、はい、こちらはこれはもう前髪のかかってなかったところが日焼けです。あー、なるほど ね。でうちスケートデートおらんやないですか、うん、これ綺麗になったら好きで来るやんとかも思っとるわけですよ。なんかゴミがついてんのちょっと分からん、ね、これはね、あ、なんかあの吸ったみたいな跡です ね、うん、はあ、ここまでちょっと見えんけどごめんね、うん、おっさんの汚い手ばっかりですね。傷だらけのシミもあるし、うん、これはエクセ、これは分かりやすい。ちょっとすみません、正位置に、はい、まあ、こんな風にね、横詰めてあげて、はい、うん、どうしようか、フェイスこっち側に来た方がいい。あ、縦に並べる3つ。そうね、3つ並べようか、うん、この状態ね。これでまあほんだら今から漂白をしていくんやけど、うん、はい、今回の漂白なんやけど、まあよく言われるその日光漂白、はい、まあゲームの方ではレトロブライトっていう言い方をするよ、海外では。あ、そうですね、昔のファミコンとかああいうののなんか応変を取るのが多いですもんね、まあ、あとはおもちゃとかやるんでレトロブライトって言って、うん、日光漂白では日本でやるんやけど、はい、海外ではほんとその昔からずっとあんのよ、はい、うん、で特に日本のゲーム機っていうのが、はい、白が多かったから。あー、なるほど。あの、あとなんていうの、その肌色みたいなのとか、うん、クリームが多かったよ昔から、うん、グレーとかもあるしね、うんうん、でそれピュータとかね、あの辺の時代から、うん、ピュータピュータとかカセットビジョンとかね、うん、その辺からなるんやけど、あとはまあ、はい、まあ、その SG1000 か、あのこの、まあ、すでに分からんわ、まあ、うん、でまあ、ファミコン、スーパーファミコンというその系譜があって、うん、まあね、でまあ、プレイステーションもサターンも全部応変するのよ。そうやね、うん、もうプラスチック、あのドリキャスも忘れんとってね。ああ、そうやね、
なんせ、ね、プラスチックの応変っていうのはついて回るっていうことで、ついて回るね。でそれをその酸素漂白で、まあ、日光漂白だ ね、うん、それをやったら、あのうまいことやったらこの黄色いとこだけが取れるっていう。あとメイク取れないのか。そう、ジャンクを譲りくださった方の話によると、うん、この黄変が取れる場合、黄変、はい、取れるけどメイクの色も焦る場合、うんうん、あとなんかそもそも取れない場合とかいろいろあるらしいんですよ。それはメイクの色が焦る場合っていうのはどういう意味、うん、その、日光漂白をしたら、うん、メイクも取れてしまうっていうこと。色が抜けるみたいになる、あ、うん、そういう例もあるそうなので。それも今回何を取れるんだったら取れても構わんのよ俺は。そうそう、もう取れてかい、もう一回メイクしたらええんやったらそれでも構わへんから、うん、だからこれ完全ジャンクをもう一回復活させるの動画ではないんで、うん、そうやね、だからどのぐらい取れるかっていう実験ですよね。そうそうそう、まあ、本当にいただいたものもあるんでこの中は。そうやね、だからお譲りいただいたものがほとんどなんですけど、そうそうそう、もうそれで実験を今年ありがたくさせていただきます。まあこれね、今から今度はちょっとやっていくんやけど、はい、先ほど言った通りマジで1ヶ月近くかかるかもしれん、はい、一応内容としては、はい、まず1週間、はい、これを1日ごとに変わっていくまま写真は撮っていこうと思う、はい、ほんで次に2週間やっていって、で2週間でこうなんやなって、3週間目やるかどうかわからないっていう、ね、まずなぜそうなのかって言ったら、まず日差しがきつい、それと梅雨入りで雨が続く日はどうするかって言ったら家の中で保管します、うん、で日光が出たらじゃあ持っていこうっていう。そうやね、もうそういうの繰り返しになりますの で、それは後日ひょっとしたら1ヶ月後とか2ヶ月後になるかもしれない。今回は準備の動画をやりますので、はい、だまあこれどういうことがいるんかをやっていくわ。まずやるための分やけど、まずこれこのまま日光漂白したらボディもなってまうやん。オッケー、やっぱりバラしてフェイスだけにしないといけないですよね。一旦あの丈夫なやつを、はい、丈夫というか大事な本来の大丈夫なやつを横にちょっと抜けていこうか。はい、避難します、はい、じゃあフェイスの方ももうこれはバラし済みなので一旦避難しますね、うん、横の方に置いとったら横で、はい、うわ昔のダイソーのマスクやわ これめっちゃ古いやん。一本いろんなパターンが、あーこうやってフェイスだけにしたらやっぱり髪で隠れとったところ全然焼けてないとかの色さ出ますね。なんかハリウッドが特にやっぱ分かりやすいね。あのこれぐらい濃くなったら中までだいぶいってて、あの削ったぐらいでは話にならないっていうパターンも結構あって、あそうそう、あとなんやけど、うん、ヤスリで削る分をやってくれっていうのがたまにあるんやけど、うん、あれってリスクが多すぎて、うん、うちらする気がないんよ。そうやね、だから削ってから1枚なんか履いただけで元に戻るやつもあればめちゃめちゃ深くまで浸透してて、うん、削っても無理で、だから例えば、うん、ここだけ削ったらええやんっていうのがあるんやけど、うん、ここだけ削ったらそこだけへこむやん、うん、で結局それをやるんだったら他のも一緒に同じ高さにするっていうのがあるし、あと削ったとこだけパテすりゃええやんってがあるやん、結局全塗装になるんだったらもうええよっていうのが、手間考えるんだったら、でそれで取れんだったらまあ俺はそのままで楽しむタイプなんで。そうよね、もうその辺もあるので今回やるのは、うん、なるべく手をかけない、まあ日数はかかるわ、俺はもうそれ手かかると思わへんから、うん、あのとにかく削ったりとか、うん、そういうしない方法、まあでも解凍はしてもらわな困るからね、うん、そうやね、ほか金属一緒に入れとったら錆びやすくなるらしいから、あまあ腐食するもんではあるけどな、うん、まあ、案外いけそうな気がするけど、まあね、うん、その辺は気にしながら、だからまあできたらネジとかは外しといてほしいと、うん、ネジバネね、そうやな、うん、だからもうこのフェイスだけの状態にしてやります。で、まあ、どういう風に日光漂白するんかやけど、まず、はい、容器はあれやけど、まずこっちです。はい、はい、ワイドハイター EX の液体のやつを買ってきました今回ね。あと詰め替えをね、うん、もう一つで足りると思ってないからね。これね同じ値段やったんよ、うん、いやこっちの方が量多いからこれ買ってもよかったんやけどね。あれってなったんやけど、ボトル捨てるのが結構厄介だなと思ったので、もうそれやったらなんかボトルは一つで詰め替え買っとったら一番無駄がないかなと。多分下手すりゃ1週間ごとに入れ替えするかもしれんや。あ、濁ったりしたらね。そうそうそう、うん、まあ、ひょっとね、ひょっとやね、万が一があるって。ほんでまあこれを入れるための容器は、はい、セリアで買ってきました。バイオマス原材料 10% 配合とかいう。でここでなんですけど、はい、さっきのこの紹介してる器ですね、このバイオなんたらってやつな。そう、これねフェイス入れるにはちょうど良かったんですけど、うん、ちょっとある問題が発生しまして、はいはい、
あとで別の入れ物を急遽買ってきました。400円追加です。はい、結局100均やけどね。まあ、なんか100均であるんやけど、うん、これではダメやったっていう理由も後で説明しますので。そうやね、これ良かったんやけどね、全方向透明で蓋付きでめっちゃええやん思っとったんやけど、これやったら絶対いける思ったんやけど、 それではいかん理由っていうのが出てしまいました。その辺もまた図を変えて説明ありますね、後半。はい、それでお願いします。うまいことやってくれるだろうということで、ほんでこれでいったら日光が当たる部分って決まってるやん、ムラ、うん、が出たら困んのよ。そうやね、うん、確かに。まあ確かに正面から当たってくれるのが一番いいのはいいんやけど、焼けてる場所も焼けてる場所やから、はい、でそれを抑えるのがこれです、アルミホイル。普通にアルミホイルですね。でこれちょっと、まあ、一旦これ抜けますね。はい、はい、ちょっと上の方を横に避けて、はい、避けて避けて、はいはい。で、うん、あと段ボールです。はい、段ボール、こういこうか、うん、だからこれの中にアルミホイルを貼っといて、うん、そこに4つ並べようっていう話ですね。ちょっとこれアルミホイル貼りましょうか。そうやね、もうこれ多分ね早送りになると思う。はい、出していこう出していこう。まあ、全部入れて、はい、これだったら日光が、うん、まあ、ある程度の角度、うん、まあ、夕方までずっとほっとるつもりないし、夜は多分家の中に入れると思うよ、うん、そうやね、まあ段ボールやしね、うん、そうやな、うん、湿気たら困るもんね。一応ここ横全部またビニール貼ろうか、あー、くるんで。どうやろうけど、もう取り込むんやったら全然構わんよ。そうやな、うん、湿気とかもまあ別にな。そうやね、あとはあれやね、この上にラップをするかどうか悩むんよ。あ、そこまでええやろ。これにもうこれ蓋があるからな、うん、これに蓋があるんやったらもうええよ。これ結構良かったよな、100円で3つ入っとったけん、うん、そうやな、200円では容器揃ったけん、うん、全然いける。まあ、これで、はい、ここにこいつをこう入れていくから、原液で。そうやね、うん、でもこれで1ヶ月後か分からんけど。そうやね、なんか途中経過1回やるかもしれないし、あ、それは途中、次の動画の時は、うん、多分、もう、まあ、行ったとこまでやると思うし、1週間ごとにあげるっていうのはなかなかあれやから、見ててもなんか、まあ1週間目かぐらいやから、うん、どうせだったらもうやるとこまでやってから。そうやね、うん、これはどうするかやな、ちょっと出てもうたやん、こうやってトプトプトプって、うん、1個ずつ、こっちから行こうか。そうや な、うん、原液で、うん、この目のとこから入れたら中の泡が浮いてこんかな。浮くからどうするかやな。浮いてくるな。どうしようか。あ、でも中に入っとんは入っとる。でも鼻浮いてるで。ほんまや、浮いてくる、まあ、これは裏返しにした方がええんかな。裏返しにしてしもたらなんか一番行ってほしいところが無理よね。あー、一本で全然いかんね。あー、特にね、エクセの方は余計入れないかんのな。そうやな、全部に足があるけん。さあどうしようか。ちょっと待って、これついたらあれやから、うん、だから裏のなんか内側のところに何か物を入れてかさ増しをするか、うん、もしくはほんまになみなみ入れるか、どっちかなんな。このままでいけるかな。え、いや、このままで詰め替えの、あ、いけるね。あ、エクセ浮いてこん。あ、エクセも浮いてくるな。浮いてくるね。だけどそれはもう蓋で押さえ、いや、なみなみ入れたんだったら蓋は可能やけど、まあな、こっちももうちょっと足そうか。ああ、なるほどな。多分足りんな、量が少なすぎる。へえ。逆になんかパッと横に動くで。はいはい。でもこれで、いや、足りん、もう1袋あるんやろ。足りんで、だって今これ2つ入れるんが、言うたら2本で足りんかったんやけん。でもこれ今3つ入っとんで。3つやけど、ちょっと待ってな、ちょっともう1本取ってみます。はーい、よいしょ。もう1本取ってきたんで。はいはい、足りるかな。いけるんちゃうのかな。あ、穴ちっこい今度
お前ゆっくりや使っとんかどうかわからん。さっきにカプチーノの方入れる？多分疲れきらんと思う。あ、そうなん。無理かな。もう一本いる。場合によっては買い足しを言ってくるけど。だってもうほぼないで。思うけど、あ、使ってはおるわ。いや、鼻が出とる。いやいや、あの浮いてきとるだけやけん。でも鼻が出とるよ。上からなんか重しかなんかやったらええんかな、透明板で。あ、なるほどな。うん、粘土でやるとかも考えながら。あ、そっか、粘土は溶けないらしいから、ね、粘土というか、うん、粘土か。うん、で容器に入れてワイドハイター EX、はい、なみなみ入れたんですけど、うん、どうもね、このフェイスの裏のところに空気が入っとって浮いてくるんですね、はい、ちょっとなんか後で図で説明しようかな、うん、あのね、ラディエンスはね、うん、いけるんやけどね、うん、あの難易度高いんよ。エクセレントもこれはでも全部おでこがちょっと出てるな、うん、あ、唯一成功したのこれだけやね。そうやね、それをうまいこと抜けたっぽいんやけど、でエクセに関しては相当もう中に空気が入って浮いてきやすいから、うん、ちょっと容器変えます。さっきこの分でええって言うたけど、うん、あのもう変えますね。ほんで次持ってきた容器をちょっと出しますね。はい、まあ、こんな感じで、うん、まあ、こういう大きさのですね、もう深いやつを買ってきたってやつですね。でエクセレント用、ちょっとごめん、はい、これがエクセレント用で、こっちが透明なやつね、うん、これラディエンスが入るような部分、この中このぐらい入るけど、まあ、大きさはだいぶ違うんけど、うん、エクセレントの方が結構でかいから大きいでしょ。 ね、それでいて、じゃあちょっと乳白やん、うん、この乳白のやつ紫外線通すかどうかっていうのは、あの過去の動画で使った紫外線チェッカーでもうあの試したら、うん、めちゃくちゃ通りました、うん、じゃあいけるいける。今からこの容器に移し替えていきます。この辺多分ちょっと早送りになるか、うん、どうかちょっと分からんけど、まあ、なんか手もぬるぬるになるしね。そうやね、ちょっとまああれか、まあ、手袋持ってきてやろうか。そうやね、はい、じゃあちょっとやっていきます。まあ、こんな感じで缶入れたんですけど、結局器って高さがいるなっていうのはすごい思いましたね。浮いてこんようにするっていうのが、うん、その空気を抜くための、うん、そのなんか容量というか。そうやね、だからあのフェイスを横にして十分つかる高さっていうのがどうしても必要になるなと。そうやね、だからこれひょっとしたらあの完全に密封できるやつっていうか、最終的にひっくり返したら OK よみたいなやつがあったらまた変わるんかもしれんけど。まあその辺はね、だから案外チップロックみたいなのに入れて、あ、漏れんようにする方がいいんかな。でもあれって何、その化学反応が起きて、その気体になった時膨らむんじゃないの、ガスが出たりしたら、ね、それがちょっと分からんから、そこら辺は謎ですね。だからまあこれであの最初に買ってたプラのケースの蓋をなんか緩く乗せて、最初のケースの蓋これ、お、重ねることはできるから、これで、うん、あのセロテープ止めかマステ止めでも、そうやね、うん、いけるから。セロテープの方がええかな、マステやとそこのところ遮光してしまいそうやから、まあ、そこまであんまりこだわらんでもいいと思う、まあ、まあ、とりあえずじゃあ、まあ、透明の分のテープで何かしらで止めて、そうやな、外からまあ何か入らんようにね。そうやね、まあこれでかい、まあ、1週間ごとの記憶を、まあ、なんかその何、鳥とかが飲んだらいかんからな、マジで。ああ、飲みはせんとは思うけど大丈夫かな、うん、ひょっと言うことあるけどこれ怖いから。まあなあ、なんか落ち込んできてなんか化学反応起こして燃えたり怖いしな。とりあえず中に物が飛び込まんようにだけはしときたいね。まあ一応だって飲んだらダメなもんやからね。まあね、一応まあ3階の、うん、あのとこでやろうと思うとるから、子供に手を触れることはないけど、はい、もしこれ始める方おったら気をつけて、うん、いやけどあれはね、一番初め見せたあの透明容器やったらこれいっちゃええやんと思ったけど、うん、やっぱり浮いてくるんは考えてなかったな。そうやね、だから空気が中に入ることで結局浮いてきて液につからん部分が出るっていうのは盲点やったね、うん、やっぱりあれなんかな、この表に向いた方がなんか横落ちそうな気がするけん。そうやね、なんぼアルミホイルシータ言うたってね、そうやな、やっぱり直に当たる方がええもんね。下鏡とか敷いた方がええんかな。ああ、よりっちゅうところか、うん、もうまあまあこれでちょっとなんか2回同じようなことを動画を見ようと思うけど、うん、一応これで置いていきますんで、はい、また今後ね結果の報告させていただきます。そしたら今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様の役に立てればと思います。どうもありがとうございました。とりあえずこれでやるんやけど、3階の奥やん、ほんで1日ごとの写真をやるけど、まあ、とりあえずあの今これ日曜日や、うん、明日ちょっとお休みいただくんで。あ、そうやね、うん、だけん明日から始めるんは、でも明日か、雨降るもん。明日は、夕方から雨ですね。あ、ちょっと怪しいけんやめとこうか。うん、そうやね、だから、うん、なんか水入ることはないんやけど、うん、あと何、これに丸ごとラップかけるもありで、
あ、確かにな、そうそうそう、そういう手もあるな、ラップかけてここをなんか輪ゴムかなんか、あどうなんやろ、輪ゴムってでもあれか、だけど輪ゴムがなんかこう上になんかこうズズズズってパンがパンが嫌なんよ、そうやな、これ自体もタッパで作ったんやろな、あ本当はそれがベストですね、部活やっちょる子があの、唐揚げ持ってくるやつな親が、あのタッパがあったらあるな、まあなんかちょっと考えながら、そうやね、やっぱりなんか一応毎日写真は撮りに行くからこう蓋をパカッと開けれるもんで、そうやね、まあ気軽に開けてやね、あとはあれよ、その、カメラを一定にせないかん、もう iPhone で固定しとったらええか、あ iPhone で撮ってこうでしたで、あもうな、なるべく同じその日照時間っていうか、明るさが同じっていうのが難しいわ、ここから晴れたり曇ったり補正変えていくから、もうそれはもうしゃあないよ、そうやな、だからもうこんな写真やけどみたいなんで、そう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 、私たちの目視の記録一緒につけていくしかないよ、そうやな、あの何を朝顔がの気分やな目が出てきた、4つ植えたうちの2つが出てきたとか、もうそもそのレベルやわ、ほんまに仲いいですよ、夏休みの自由研究ですよ、あええね、もうそれでええと思うんですよ、こういうの好きやけん俺やるわ、うん、あ気がついたら言うてな、あんた今日やってないで言うて、あんた日記つけたんなって言うもんやわ